今日はパルサーゲーミングギアの新作ホールエフェクトキーボード PCMK2HETKL を見ていきます。 PCMK1 は 60% のメカニカルスイッチタイプでしたが、 PCMK2 はその名の通り第2世代、1から2年ぶりかなでの発売となります。 HE と関する通り磁気スイッチによるラピトリ対応キーボードとなっています。まあこれがいいんだ。パルサーってね、キーボードも相当いいんですよね。トータル91キー、 TKL という名前の通り 80% フォームファクターの使いやすいサイズです。英語ではなく JIS 配列、ここがまず一つポイントですね。 F1 の列や矢印キー、デリートキーなどが分離されて配置されています。ダイヤルはなしなんですよ。その代わりにボタンが敷き詰められています。ダイヤルって一見便利そうに見えて、私よく考えるとほとんど使わないんですよね。だから特段なくても構わないんですけど、欲しい人にはちょっと残念か。トップは黒いアルミプレートでベゼルレスタイプ、すっきりしていてライティングが映えやすくなっています。あとね、若干掃除がしやすいのも地味にいいところ。矢印キーのすぐ上にパルサーのロゴプレートがあって、これは透過していて光ります。実は取り外し可能なんですよね。プロファイルごとにカラーを割り当てることができるので、どのプロファイルを使っているのか簡単に判別できます。スクロールロックとかの LED インジケーターも兼ねていて、オンにすると白色 LED で分かりやすくなってちょっと可愛いね。 LED の色はソフトウェアで変更可能です。ただこれは一瞬しかつかなくて、実際には該当するキーが設定した LED の色で光るようになります。底側は PCMK 特有の透明スケスケ、アングルの微調整をするためのチルトスタンドが2段階、 USB-C 端子差し込み口はやや左側に位置しています。 8K ポーリングレートに対応していて、スキャンレートは 5500Hz。 キーキャップはご覧の通り、ベースは白色ですけど、 WASD を含む8つのキー、そしてエスケープキーとエンターキーがアクセント的なダークグレーになっています。黒文字っていうのもなんかいいよね。素材は PBT 大サブで、滑らかかつ高品質、触り心地抜群にいいです。プロファイルはチェリーっぽいですね。奇抜っていうか特殊なデザインのキーはないものの、どれもシンプルにいい見た目。中でも気に入っているのは 1,2,3 の FN レイヤーにプロファイル変更が割り当てられているんですけど、さりげなくプリントされているので分かりやすく配慮されています。 FN 押しながらバックスペースを押すとライティングのオフオンできたりとかもそうですね。ではキースイッチについて話す前に打鍵音聞いてみましょう。いや、すっごくいい。私はストライクど真ん中。パルサーがガテロンとコラボしたスイッチで、青軸なのが特徴となります。磁気スイッチらしいリニアな打鍵感で、押し心地は相当いい。ルブ済みなのでスムーズでスレはありません。まあ、ジェイドっぽくてね、コトコトといい音を鳴らしますけど、ちょっと音量は大きめかな。それと、やや跳ね返った時にバネかなの高い音が少し混ざっているスイッチがあるけど、打鍵感、打鍵音ともにかなり高いレベルに入ります。この前に出たパルサーのメカニカルスイッチキーボードである XBOARD QS の時はね、ガスケットの柔らかさがすごく良かった部分もあるんですけど、今回の PCMK2 はガスケットではありません。だけど打鍵感はかなり上々。オークアーツはイニシャルが30±7g となっています。分解してみるとデュアルレール構造になっていることがわかりますね。それで N 極と S 極両極に対応しているらしいんですけど、今まであんまり極性を考えたことなかったので、どれほどのものか正直よくわからない部分があります。まあ、多分ね、基本どんな磁気スイッチでも入るってことなのかなと思ってますけど、私持っているのは大体ガテロン系だったので、あんまりテストにならなかったかな。ガテロンジェイド、 TTCKOM、 マンジキング、レッカー L45 は使いました。ただね、グロリアススイッチはリンクスモデルをはめてみたところ反応せずでした。ですけど多くのスイッチと互換性があるため、幅広いカスタマイズに対応してくれているのが魅力ですね。ソフトウェアはインストールタイプじゃなくてウェブブラウザが開発されました。その名もビビンバップ、韓国らしい名前って言っていいのかな。できることを見ていきますと、まずプロファイルが3つ用意されていますね。でこれが LED セクション、トータル44種類ものライティングエフェクトが用意されています。
プリセットは一見6種類ですけど、これらは大きなジャンル分けで、さらにこのドロップダウンリストから挙動を選ぶことができます。スピード、明るさ、LED をオフオンしたり、 ID 部分の LED を消したりで、プロファイルのカラーも変えられるし、インジケーターの色も変わると。次にキーマップ。これはキーの割り当てを変更するセクションですね。モッドタップや DKS といったホールエフェクトならではの設定は見当たらないので、使えないと考えて良さそうかな。ちなみに少し前に話題になったスナップタップ、まあ SOCD、パルサーではクイックタップと名付けられていますけど、これは FN プラス左シフトを押すとオンにできます。カウンターストライク2では禁止されていますので、そのゲーム遊んでいる人はあまりオンにしないことをお勧めします。外すの忘れてね、一撃バン昇天とか笑えないじゃないですか。パフォーマンス。ここでアクチュエーションポイントやラピトリの設定を行います。スイッチの種類を選べますけど、パルサーのスイッチかガテロンのジェイドか。私のはパルサースイッチだったので、とりあえずそちらで保存。で、今ラピトリモードオンになってるんですけど、確かデフォルトだとこの静的アクチュエーションモードというのになっていたはず。これアクチュエーションポイントの位置を設定するんですけど、ラピトリじゃないので 1.0 ミリにしたら、ここでオンオフが固定になります。まあこれだとこのキーボードの強みを活かせないわけなので、ラピッドトリガーモードをオンにします。さっきまでの項目がグレーアウトするので、この右下の部分で設定を行います。 RT 作動点は 0.1 から 4.0 ミリまで 0.1 ミリ単位で設定可能です。その下の欧化リリース距離っていうのがラピトリなので、これを 0.1 ミリに設定します。可動範囲は 0.1 から 2.0 ミリまで 0.1 ミリ単位です。これね、押し込みとリリースで感度を分けることができますけど、まあ、基本一緒でいいかも。ややこしくなるし。で、連続ラピッドトリガー。ボトムアウト保護はデッドゾーンの設定みたいなもので、0.1 ミリから 0.5 ミリまでで設定可能です。入力切れが起こらないギリギリを狙うべきなんですけど、私は 0.1 ミリに設定して問題なく快適に使えています。これをオフにすると入力切れが起こることがあったので、オンにしておくことを推奨します。で、マイクロメーターでラピッドトリガーがどれくらいの精度で反応しているのかチェックしてみました。ボトムアウトさせずに中間あたりでね、計測してます。平均だと 0.109 ミリとなっていて、安定した数値でした。ボトムデッドゾーンもざっくり測ってみたんですけど、私の場合、ボトムアウト保護ありでも底打ちからのリリースが平均値 0.112 ミリと出たんですよね。まあ、めちゃくちゃ短くて、なしとありでも 0.05 ミリ前後くらいしか違わないかなっていう感じ。まあ、素人採寸ですけど、いずれにせよ入力切れ起きたら話にならないので、ボトムアウト保護 0.1 ミリは入れておきましょう。ソフトウェアの続きを話しますと、次の項目がマクロ。マクロを作成して保存できます。最後に設定。言語の変更とかね、キーボードのポーリングレート設定、アップデートなどが行えるようになっています。クオリティ高いですね、このキーボード。価格は 23,980 円。バリュー的には買い。普通にね、エンドゲームになりうるめちゃくちゃ優秀なキーボードだと思うので、気になったらチェックしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。ゲームギークでした。